皆さんこんにちは、宮本あかなです。はい、今回も動画を見てくださりありがとうございます。普段ニコラの付録とかでメイク道具とか出て、メイクのやり方がわからないっていう子がたくさんいると思うので、今回は初心者でもできるキャンメイクだけのメイクを紹介したいと思います。イエーイ。はい、では今回はですね、プロのヘアメイクさんにお願いしたいと思います。はい、いつもそれに乗ってる鈴木さんです。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はキャンメイク使ってデカめメイクをしたいと思います。やったー。イエーイ。じゃあアイシャドウからやっていきたいと思います。お願いします。はい、アイシャドウはちょっと使いやすいブラウン系なんですけど、まず一番明るい色をですね、アイホール全体に。アイホールはこのなんか目を触った時にこの眼球があるなっていうところの、このアーモンド型の場所ですね。これをちょっと全体的に塗って、今こんな感じですね。でこの二重幅、次はこの二重幅より少し広めのところに中間の色をのせていきます。グラデーションにすると目が大きくなるので、目を開けた時にちょうどなんかこのアイシャドウを塗ったところが見えるかなっていうところで塗ってほしいので、一重の人とか奥二重の人はこの目を開けた状態でここまで塗れば出るなっていう印をつけておいてから目を閉じてください。なんかそのそこの印のつけた印のところまで、広げていくっていう感じでやるとおすすめです。二重の人はそんなに変わらないんだけど、目を開けてください。はい、こういう感じですね。二重幅よりちょっと広めに塗ってあります。はい、で一番濃いめの色をちょっとアイラインっぽく、目の際にのせていきますね。ブラウンの、しかもなんかこういうラメが、細かいラメが入ってるやつとかだと結構失敗しづらいと思います。なんかあとキャンメイクさんのアイシャドウって裏にやり方とか書いてあるね。書いてありますよね。だからすごい助かるというか。確かにこういう感じでグラデーションになりました。はい、すごい。じゃあ次はアイラインやっていきます。はい、初心者の方はリキッドアイラインだとちょっと失敗するのが怖いなっていう方も多いと思うので、最初は、ペンシルタイプがおすすめなんですけど、これはすごいなんか柔らかくて、綿棒とかでぼかしやすいので目閉じてください。まずはこのなんかまつげの間を埋めていく感じで、一気にピーって引くんじゃなくて、このちょっとずつ埋めていくみたいな感じでやっていくと失敗がないです。でガタガタしても後から綿棒で伸ばしてつなげちゃえばいいので、ペンシルはそういうなんか、なんだろう、ガタガタしちゃいそうだなっていう人にもおすすめです。すごい目もはっきりしますよね。そうですね。でちょっとデカめにしたいので目尻は少し長めにしてます。これはなんかすっごいペン先がめちゃめちゃ細いので、ほんと失敗しづらい。太いのだとなんか一発で描かなきゃいけないから大変なんですけど。はい、初心者の子とかってやっぱ細い方がやりやすいんですか？細い方がいいかもしれないですね。一回なんか繰り出しちゃうと元に戻せないから、そこだけ注意なんですけど。注意注意。はい、さっき引いたアイラインを綿棒の先っぽでちょっとぼかして、さらにグラデーションを、まあ、これやんなくても大丈夫なんですけど、そのガタガタしちゃったからちょっと修正しようかなっていう時に綿棒がめっちゃ活躍するので、ぜひやってみてください。じゃあ次ビューラーしていきます。目線膝元見てもらって、はい、ビューラーでまつげを上げます。なんか初心者の子でもビューラー上げやすくするためにコツとかあるんですか？はい、今私がやってるみたいに、ここまぶたをこうやって引っ張って、自分そう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 、そういう感じでやって、はい、まぶたのお肉を挟みづらい、そうだ、引っ張ってやるとおすすめです。はい、はい、皆さんちょっとビューラーするとアイラインが取れちゃうことがあるので、取れちゃったらそこはもう一回上から描き直してください。でマスカラなんですけど、今日はちょっとデカめということで2個使いしたいと思います。まずは、カールキープの下地兼マスカラっていうやつで、まずはこの上げたまつげをなんかしっかりカールキープしてくれるマスカラを塗りたいと思います。はい、はい、
これはちょっとあのブラウンの色です。今日はなんか黒ですごいなんかモリモリにすると初心者だとなんかなんだろう目って感じになっちゃうからなんかわかるかもしれない。そうそうなんかあのアイラインもちょっと、うん、あの焦げ茶にしたんですけど、はい、なんかあのブラウンとか焦げ茶黒と茶色の中間みたいな色とか結構あるんですけど、うん、そういうのを選んでもらうと気ばく、ね、そう気ばくならないかもしれないです。あ、はい、でマスカラは、目に対して放射状になるようにこの目尻はこっちの目尻の方向を真ん中はまっすぐ真ん中の上の方みたいな感じでなんかあの どこか一方向に偏らないように、うん、なんか広げてあげる放射状に広げてあげると目が大きくなります、初めて知りました、はい、次に長さを出してくれるマスカラを、うん重ねちゃいます。はい、はい、これも黒でもなく茶色でもない中間色みたいな感じの色なんですけどこれをさっきカールキープした上から重ねて長さも出してあげます。結構繊維が入っててあの自分のまつげをより長くしてくれる感じなのでまつげ短い人とかぜひおすすめですね。おすすめ、はい、丁寧に塗り重ねていきます。マスカラって塗り重ねた方が取れづらいですか？そうですね、取れづらいかな。はい、じゃあ次は涙袋をしていきたいと思います。目線上の方見てください。これはもうなぞるだけで涙袋ができちゃうので初心者の方でも簡単にできちゃいます。線とか描くと結構大変ですもんね。うんうん、そうそうそう、それはちょっとまた上級編になるのでまずはこのぷっくりと涙袋を作ってあげる、うん、で色がなんかゴールドっぽい色とピンクっぽい色とかいろいろあるんですけど、はい、ピンクの方がふっくら、うん、あゴールドの方が大人っぽくなったりとかするけどちょっと今日はふっくらと結構境目をはっきりしてあげると涙袋のプリ感がよりわかるのですごいそう、涙袋できるとやっぱりデカ目効果がなりますよね、はい、めちゃめちゃ全然違います、うん、漏れます、はい、で涙袋を塗ったら下まつげのマスカラも塗っていきます。下まつげはちょっと長さを出す方のタイプのみにしていきます ね。ブラシを縦にしてチュンチュンチュンと塗っていくと失敗が少ないかなと思います。結構下ついちゃったりしますよね。そうそうそう、だからこの先っぽを使って伸ばしてあげる感じでなんか結構下まつげ短い子とかもいると思うんですけど短い子は特にこういう感じで塗ってあげると失敗がないかなと思います、うん、で下まつげを塗ってあげるとさっきの涙袋がより強調されて可愛くなります。はい、メイクが完成しました。いや、やっぱりプロの方にお願いすると全然違くてでもこれが初心者の子にもできるっていうのが私的にすごいみんな得だなと思って皆さんもぜひやってみてください。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で、コメントでも感想待ってます。はい、じゃあ次回の動画も見てください。バイバーイ。